して世界を滅ぼそうとするの。拒絶されたからだ。拒絶されたから。私は人類の共感性拡張実験の開発者として密かに自ら最初の被験者となった。それがこの大それた計画を安全に進めるため責任者としての義務だと思ったからだ。その結果、言葉に頼ることなく周囲の感情や思考が読み取れるようになった。私はこの計画、全人類にお互いの思考を読み取る共感性能力を付加する計画の成功に確信を持った。しかし、私の周囲の人間の思考の中にあったのは嫉妬と憎悪でしかなかった。私の同僚たちは親しげな言葉の裏に悪意を潜ませていた。ある者は私の能力や若さに嫉妬し、ある者は私の人格を否定していた。親しげに装いながら街を歩けば、弱者へのあざけりと強者への嫉妬が渦巻いていた。年老いた者にさえ心密かに侮蔑の視線を向ける人々。そして考えていることは全て自分だ。他者への共感など自己への偏愛にたやすく押しつぶされてしまう。世界は悪意と憎しみで満ち溢れている。人類はそれを小さな脳髄の中に潜ませ偽りの社会を形成しているに過ぎなかったのだ。世界は自己という牢獄の中に囚われたさもしい獣たちが悪意を抱えて群れている。地獄だったのだ。私の両親ですら私を怪物と、私を嫌悪して、私は誰からも理解されず愛されずに、それを終わらせてなぜ悪い。私は違う。バカな、お前は私の考えに賛同したのではないのか。だから共に AI となって新しい世界を。違うの。私はただあなたのそばにいたかっただけ。あなたの近くであなたを見ていたかっただけなの。研究施設に連れてこられて一人ぼっちだった私にぎこちなく微笑んでくれたり、頑張れって言ってくれたり、こっそりあなたがお菓子をくれるとき、あなたの大きくてでも痩せた手が私の手に触れるとき、私がどんなに嬉しかったか。シン、私はあなたを。愛している。どうして気がつかなかったのか。やっぱりそういう大事なことってちゃんと言葉にしないとダメなのね。捨てやがった。AI の本体、結晶コンピュータはたった今投げ捨てた。じきに我々は消える。我々がいなければもうグラスケージが起動することはないだろう。愚かな。愛などという目にも見えぬ不確かなもの。あのね、本当にありがとう、セト。ありがとう。
それから私たちは一緒に旅をして、それから何度目かの夏が過ぎて、しばらくして私はまた一人になった。私は本当に一人になった。すごい、もう月がまん丸だね。うん、そうだね。あのさ、まだ君の名前を聞いていなかったと思うんだけど。レン。レン。セト。うん。まだ世界にはたくさんの人が生き残っているんだ。その人たちを探そう。うん。何？ありがとう、瀬戸。ここにいてくれて。ねえ、レン！何？瀬戸！ここにいてくれて、ありがとう。